こんにちは、南原です。今日はですね、純米酒の一杯目、これは滝ですね。特別純米、豊臣秀吉が使った千里丘に献上した水で作った特別なお酒。なんかでもこれ、なんて言うんだろう、喉越し軽やかで、まあ、純米酒の割には飲みやすいですね。これは山田錦を入れた東町、これも水にこだわった美味しい純米酒、なんか少し辛めで、でも辛めのお酒大好きなんだよね。最後が、まあ、山田錦紀宝鶴、紀宝鶴ですね。これもいただいてみます。でも日本酒っていいよね、本当にね。まあ、そんなに高くないね。まあワインもすごい美味しくて僕もよく飲みますけど、結構こういった日本酒のこの味の深さっていうか、日本酒って特にその製造過程も本当に丁寧。どっちかっていうとワインってまあ大雑把っていうと言葉は悪いけど、どんどん作ってる。でも日本酒はですね、各その使ってる麹とかお米とかお水とかの違いをすごい表すようにできてるんで、まあ、ぜひ皆さん佐賀に行ってこの日本酒を味わってみてください。じゃあまた。